鉄道管理公団プラハ中央駅かつて、チェコ鉄道職員であった、駅務員などの地上職員は、現在鉄道管理公団の職員である。鉄道管理公団は、チェコの国鉄事業を所管する公団である。旧称は、鉄道輸送路線管理公団で、2020年1月1日に、現名称へ変更した。列車運行事業の民営化政策によって、 チェコ鉄道公団の路線を承継して2003年に発足した国が保有する国鉄線及び関連施設に関する保有及び管理運営事業を行っているチェコ鉄道公団が所管していた国鉄事業の上下分離と列車運行事業の民営化政策を受けて国鉄事業のうちチェコ鉄道株式会社に移管される列車運行事業を除く国鉄線及び 関連施設の保有事業の承継法人として、チェコ鉄道株式会社及び、鉄道輸送路線管理公団法に基づき、鉄道輸送路線管理公団として2003年1月1日に、発足した。法人格は、政府所有の国有会社と同等の公団で、運輸通信省が所管する。公団は、運行区間延長及び、列車重量、路線等級によって、 チェコ鉄道株式会社をはじめとする国鉄線列車運行認可事業者から路線使用料を徴収し歳入に充てることになっている。プラハに高段層局を置き、輸送路線局をブルノなどに13局、建設局をオロモーツなどに3局置いている。また鉄道エネルギー局をフラデツクラーロベーに、鉄道測量局をオロモーツとプラハに置く。 プラハにはこの他施設技術本部と消防救急業務部がある。2010年代、鉄道固定資産の保有管理や地上業務など、公団発足後もチェコ鉄道が手放さなかった、国鉄事業に関する列車運行事業以外の各種業務の公団への移管が段階的に進行し、発足から10年余りを経て、ようやく、チェコにおける、 国鉄事業体としての地位が確立する中、一般社会に業務内容が理解されにくい、組織名称の改正がたびたび試みられた。公団は2018年、新しい現行ロゴマークの使用を開始した後、2020年、組織名称も鉄道管理公団に解消した。略称については、 スロベニアの国鉄事業体である、スロベニア鉄道との混同の恐れが指摘され、保線車両などに表記される事業者別の VKM コードは SCZ が与えられたが、一般的な略称としては混同する恐れがある場合を除き、ブナ以外を問わず S が使用されている。2003年の分離当初、鉄道輸送路線管理公団が行うべき、 保有施設の管理、運営業務については、チェコ鉄道株式会社が、鉄道輸送路線管理公団からの受託名目で、引き続き所管し、書類上、その委託経費を同社が、公団に支払うべき、国鉄線路線使用料と相殺する形を取ったため、上下分離は、建前上で、実際には、チェコ鉄道が引き続き支配する状態が続いた。 これに対しチェコ鉄道株式会社以外の民間の列車運行認可事業者各社で作る鉄道事業者協会は2005年に声明を発表し、スロバキアなど周辺諸国で完全実施されている上下分離政策がチェコでは骨抜きにされており、民間事業者に著しく不公正で列車運行事業のオープンアクセスオペレーター化を定めた欧州指令91。 440号に違反していると批判した。このため、チェコ政府は、チェコ鉄道株式会社及び、鉄道輸送路線管理公団法を改正し、2008年7月1日、国鉄線における国鉄事業を行う法人を、チェコ鉄道から鉄道輸送路線管理公団に変更し、補選業務などの管理業務を、チェコ鉄道株式会社から切り離し公団が直接、 所管することにした。その後もチェコ鉄道は、列車制御や、指令業務などの運行関係業務を掌握していたが、これについても2010年、公団に関することが決定された。後駅施設などインフラストラクチャーの所有権や、地上営業業務についてもチェコ鉄道から、鉄道輸送路線管理公団に移されている。路線図詳細は、チェコの鉄道路線一覧を参照。 保有する国鉄線総延長は9 4 7 9トルで、その内訳は次の通り。このうち、ビアモント株式会社、オークド運輸有限責任会社が国鉄線の一部地方路線を沈着しており、それぞれ管理、運営を行っている。ありがとうございます。